俺25日クリスマスの日に、ピースの綾部さんに誘われて、誘っていただいて、忘年会に来てくれっつって。うわいいね、こりゃいいなと思って。いい、ね、ありがたい話でしょ。そうだね、で松浦とかスパイク、あと七曲りの初瀬さんとか、初瀬さんで、まあうちの家でやるからみたいな、スパイクの松浦がすごい気を利かせて、自分で、家で作ったね、料理を何品か持ってきてくれてたんですよ。できるじゃん、お前できるなっつって、綾部さんもすごい喜んでて、きゅうりと昆布の和え物みたいな、なんかその一品、お酒に合うようなね、やつを作ってくれてて、でタッパーに入ってるから、もうその時はもう別よ、もうキッチンと、もう本当にリビングで、ダイニングで、まあそこでもうみんな綾部さんの方は盛り上がってるわけ、もうこっちはこっちですごいスパイクの松浦と、まあ一生懸命こう料理を作ろうみたいな感じで、もう聞こえてないわけよ、全然俺らの会話は、ね。で、ああちょっとなんか小皿とかありますかねっつって、松浦が、マッコンさんみたいなって、ああそうだねっつって、まあでも結構お皿とかも結構充実してるのよ、言ったら、でキッチンがあって、真後ろになんか小皿みたいなのが結構たくさんあって、でカラフルな、なんか青とか赤とかなんか半透明みたいな、すっげえおしゃれな小皿とかも、あこれおしゃれだし、これに入れてくよみたいな、2人で話し合って、あじゃあこれにキュウリの和え物入れてこうっつって、ね、もうちょっとお腹も空いてるっつったら、もうすぐ松浦これね置いてきてっつって、前菜ですと、そうそう前菜で、で置いてて、であ綾部さんっつって、私が作ってきたキュウリの和え物ですっつって、その小皿に乗せて渡したのよ、ありがとうなっつって、うわうまそうじゃん、みんなも食えよみたいな、綾部さんもすっごい食うのよ、嬉しい、うわ美味しいなっつって、めっちゃ美味しいじゃんお前っつって、ね、したら綾部さんがプッてこう止まったのよ、あれ綾部ストップ、あれちょっと待ってよおいっつって、顔色がもうみるみる変わってって、どうした、おい松浦っつって、おい松浦、おい松浦っつって、おいお前ちょっとこれどこにあったっつって、皿を見たのよ、これどこにあったんだっつって、キッチンの後ろに重ねてあったやつって、お前これ小皿じゃなくてお前高いお前置物だよっつってふざけんじゃねえよっつってってなって、やばそこに置いてたらね、そうそうキッチンの裏だったらさ小皿だと思うじゃん、だから松浦も本当にそんな感じで言ってたの、食器だと思う、綾部さんちょっと後ろ置いてたら小皿だと思うでしょみたいな、いやふざけんじゃねえよお前松浦っつって、お前いくらすると思うんだよこれ、一つ3万ぐらいすんだよみたいなふざけんなよっつって、分かんないよ、そう分かんないっすよみたいな言って、でそれがすごいあまりにも面白かったから、違う一品料理もわざとその小皿のふざけんじゃねえっつって全部で何万すると思ってんだよ、何万すると思ってんだよお前って、10万ぐらいするぞお前みたいな、うわ最悪だよ食べるけどみたいな感じで、そうそうそう、綾部さんっぽいな、綾部さんっぽかったでしょ、そうそうそう、めっちゃ面白かった。